はい、それでは、はい、ロックダウン中にできるこうちゃん体操を始めます。まずはスクワットですね。1、2、3、4、2、3、4、5、2、3、6、2、3、8、2、9、2、10、2、3、はい、今10回ですね。はい、ではよいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、はい、これは赤ちゃんも喜びます。よいしょね、こいちゃんこれ好きだもんね。ほいって。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、それでは、今度は、こうちゃんリフトアップ。はい、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。高い高いも好きでーす。ね、こうちゃんね、こうちゃんがどのくらい好きかというと、はい、笑顔でーす。まぶしいね、ここね。よいしょ。いや、結構息が切れます。運動不足、家の中で運動不足になるお父さんお母さん、タイガーとコウちゃんと一緒に室内トレーニングやりましょう。はい、この辺に猫ちゃんも転がってます。うちの猫ちゃんはですね、こうやってですね、あのゴローンって可愛いですよね。こんな感じでヒュン。はい、小次郎です。いつもこうやって寝てます。よいしょ。はい、このスクワットですね、このスクワットなんですけども、よいしょ。このスクワットのあの、基本はやっぱりここよくね、前かがみにこうなりがちな人がね、あの多いと思うんですけど、ここすねのね、ここの部分をまっすぐ、横から見るとここはまっすぐで、腰、お尻を下にこう落とす。だからこうちょうどね、あのコーチャーをこうやって、あのこんな感じで、持って、こんな感じですね、こんな感じで持つと前かがみになるとコーチャーの前のめりになると落ちちゃうので、あのこんな感じでちょうど重心を下に落とす。もうこれはあのまさにスクワットのためのこのベイビースクワット、こんな感じですね。はい、とりあえずスクワットを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、赤ちゃんもね、この体勢すごい喜ぶんですよ。このなんかブラーンブラーンってこのブランコみたいな、ね、こんな感じ、すごい喜ぶんですね。なのでちょっとこの、赤ちゃんをあやしながらのトレーニングということで、はい、これちょっといいな、あのブートキャンプ、タイガーブートキャンプやります。いろいろスクワット以外も考えとこうかな。今のところね、スクワットとこのリフトアップしかねないんですけど、ね、こいつはね、よいしょ、高い高いの好きだからな。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、4、5、6、7、8、9、10。へえ、楽しいね。
よいしょ。はい。ということで、室内でもできる、ベイビートレーニングでした。はい、それではまた。